皆さんこんにちは。皆さんは、子供の頃に好きだった番組はありますか？私は、お母さんと一緒、という番組をよく見ていた記憶があります。逆に、大嫌いな番組はテレビターズでした。あれ、見た目がかなり怖くないですか？さて、今回ご紹介するのは、とある恐ろしい子供番組があったという都市伝説です。海外の掲示板で、とある書き込みが、話題になりました。その書き込みは、小さい頃に、こんな番組は見たことないか、というもの。その番組は、1971年から1972年頃に放映されていたらしく、放映時間は早朝の4時という、子供向けにしては早すぎる時間帯でした。肝心な中身はというと、よくある人形劇だったようです。しかし、内容が非常に奇妙でした。見た人の記憶によれば、作りが全体的にチープで海賊の人形が、洞窟の中で女の子と話していたと言います。その後、突然、登場人物の人形が奇声を上げたり痙攣し始めたりするなど、意味不明な内容だったそうです。中には、ただただ叫び続けるだけの回もあったと言います。また、ある人の証言だと、母親にこの番組について尋ねたら、あなたがキャンドルコーブを見るんだって言って、ずっと30分間砂嵐を見ていたのよ、と言われたそうです。一体、彼は何を見ていたのでしょうか？子供にしか見えない謎の番組、キャンドルコーブ、あなたも見た記憶はありませんか？実は、この番組だと思われる動画が存在します。概要欄に貼っておくので、一度ご覧ください。叫びながら踊り狂う人形。泣き叫ぶ子供。後半はずっと砂嵐です。何が目的でこの番組は制作されたのでしょうか？この恐ろしい番組について、真相を追っていきます。先ほど概要欄に貼った動画ですが、この中に手がかりがありました。タイトルには、元のアップロード者は、ジョジャコバ666。であると書いてあります。この人のチャンネルを見ると、ホラーテイストな動画を自作している人だとわかります。では、あの動画も作り物なのか、と言われればその可能性が高いでしょう。しかし、番組自体がデマであるという証明にはなりません。もっと詳しく調べてみると、クリス・ストラトーブという人物が作者であるという話が出てきます。番組の制作者なのか、というとそうではなく、なんとこの噂を作り上げた人物だそうです。実際にこの話が広まった経緯が書いてあるサイトがありましたのでご紹介しましょう。キャンドルコーブをクリス氏が自分のサイトに掲載したところ大手のホラーサイトに取り上げられました。これが発端となり、海外の掲示板4ちゃんにも広まっていきました。そして、4ちゃん民が面白がって番組を見たことがあるとか、目撃談を書き込んだのが原因で、さらに現実味を帯びていったようですね。簡単にまとめると、クリス氏が作った怪談が、想像以上にネットに広まってしまったために、都市伝説化してしまったというわけです。様々な人たちの手によって、一人が考え出した怖い話が都市伝説化したという少し面白い事例でした。いかがでしたでしょうか？今回の都市伝説は、海外初のものでした。やっぱり、再現動画など、クオリティが高いですね。ところで、皆さんにも、子供の頃怖かった番組、ありましたよね。それって本当に放送されてましたか？周りに確認してみてください。あなたも砂嵐を見続けていたかも。